てるしたいところではあるんですけど、はい、まあ、毎年結構 SNS とか反応いただいたりしていますので、まあ、手応えというのは結構毎年背中を感じております。今年は参加者多い方ですか？今年はなんか少ないですね、はい、一般参加者が少なくてマスコミの方の方が多いぐらいまあまあ我々は少数制限になってますので、ね、数の多い少ないがあまり問題ではない、はい、何か他にしてるのか大丈夫宣伝に力を入れたということはなくて、いつも通り、まあ、ツイッターの告知ぐらいしかしていないんですけれども、まあ、本当にこうちょっと読めないところがあるので、はい。本日お集まりの皆様、おはようございます、お集まりいただきありがとうございます、本日これからですね12時より、バレンタイン粉砕デモを開始いたしますが、その開始にあたってですね、まあ、いくつか注意喚起がございます、まあ、いつも通りといえばいつも通りなんですが、必ず警察の方の指示に従って、行動するようにしてください、具体的に禁止されている行為としてはですね、ことさらな、地帯行動、まあ、ノロノロ牛歩戦術をしたりですね、あるいは交通の妨げになるような、ジグザグに歩いたりとかですね、あと渦巻き行進ですとか、そういった、行為というのは、禁止されていますので、行わないようにお願いいたします。あとはですね、まあ、デモの趣旨にそぐわないような、まあ、ちょっと物騒な発言ですとか、まあ、差別的な発言でありますとか、著しく品格を欠くような発言というものも禁止させていただいておりますので、その点は、ご理解願います。あとですね、まあ、たまにいらっしゃるんですが、その沿道の人に対して、まあ、なんか挑発行為をしたりですね、喧嘩を吹っかけたりとか、そういうことをする方がごくごくまれにいらっしゃるんですが、そういうことも禁止させていただいておりますので、まあ、デモってね、言論の力によって他人をこう、まあ、引きずり込むというかね、魅了するというか、そういう行為ですので、ことさらの挑発というのはデモ行為にはふさわしくない、
わけですので、その点は行う、そういったことは、絶対に行わないように願います。じゃあまあ簡単にね、所信表明ではないですけれども、世の中にはですね、未だに恋愛資本主義という名の怪物、いや、ゾンビが徘徊をしております。そうだこのゾンビはですね、毎年粉砕しても粉砕してもまた、どこからともなく湧いてきて、我々を不快な気持ちにさせている、生き物でありましてですね、まあ我々はこの恋愛資本主義という名のゾンビに対して不断の戦いを挑まなければならない。我々の戦いというものがいつ終わるかというのはまあ分からないんですけれども、仮にですね、我々の生涯が終わった後、それでもまだ戦いが続くということもまああり得ると私は思っておりますけれども、我々がですね、このように恋愛資本主義に対して声を上げ、戦ったという歴史が残れば、その歴史を見て我々の志を受け継ぎ、また戦って立ち上がり戦いを始める人間というものが、まあ、未来に出てくるかもしれない。そういうことをやっぱり考え意識して我々は戦っていくべきであります。そうだそうだ。巷ではですね、コロナウイルスで健康を害されている方たくさんいらっしゃると思いますけれども、まあ、それに負けずに我々は歴史に残る戦いを繰り広げていこうではありませんか。そうだ、バレンタイン粉砕でもよろしくお願いします。よろしくお願いします。3列とか、一応注意喚起の続きですけど、3列で更新をするように、警察の方から言われていますので、3列で、更新するようお願いいたします。で、車道ですんでね、気をつけて、とにかく警察の方の指示にちゃんと従って、我々革命的ひも手同盟は、警察の方と仲良くフレンドリーにやっていくということが一つのモットーである団体でありますので、そうだ、くれぐれも合法的に、はい、安全に、安全に楽しいデモを、観光してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。こちら並んでもらいますか。はい、デモの方ちょっと3列並んでます。はい、デモの方デモ3列並んでます。